はい、どうも、かたけんです。今回はですね、前回刺身包丁と出刃と研がしてもらった後輩の父親から頼まれました。出来上がったのを渡した時に俺のもいいかなっていう感じで。なんですが、だいぶ欠けてるんですよね。なかなかやばい。で、この欠けてる部分の裏にバリのようなものも出来上がってて、これはなんかまた前も言ったけど、欠けてるっていうよりはへこんでる感じなんですよね、イメージ的には。で、こうやって欠けるっていうことは、落としたりしてないのに包丁が欠けるっていうのは、まあ切れ味が悪くて無理に硬いものをやったからっていう場合があるけれど、硬い金属で包丁が硬い時に硬いものを勢いよく叩きゃそれは刃は欠けるんですが、逆にこういうなんていうかへこんでるような感じのやつっていうのは硬さが足りなさすぎて曲がるような感じはするから、刃先にちょっと厚みというか強度を持たせるためにちょっと刃の角度を変えてあげるっていう風にして、出刃とか僕はやってるんだけど、出刃ってフラットにこの切り刃はなかなか当たりがないんじゃけど、どうしようかな。これもちょっとやっぱ角度を変えて、刃先の角度を変えてみようかな。すごい切れないしバリだらけだな。多分裏がちゃんと当たってないんだろうな。やってってみましょう。ね、この感じなんだけど多分裏に角度があると思うんだよな。裏に角度があるのか、しっかり角度つけられてんな。今当たってんのはこの一個内側の部分、今ちょうど白いとこかな。だから全部が角度をつけられていらっしゃる。どうすっぺかね。これはもうこのままの角度使おうかな。まあ何はともあれ刃こぼれも取らねえかんので、回転砥石で削っていきましょうかね。一旦はい、それでは荒戸くんで成形していきましょう。二段刃状態になっているというか、回転砥石で二段刃にしたから、今度は二段刃を研いでいく。はい、
ちょっと黒幕が泥ばっか出てあんま削れてる感が感じれないので、歯の黒幕120番で研いでいきます。黒幕とかはステンレスの方が合う気がする。問題はこれだな。がっつり角度いってるからな。形を成形していく。はい、響きの旋盤やっていきます。裏から。こんな感じ。これは無理だ。多分切っ先が切れないからって研ぎまくって研ぎまくって最終的にこうやったんだとは思うけどな。もう泣きそうなほどえっけつない勢いで砥石が減るんで、空母裏面使います。こういう時のダイヤモンド砥石。多分相性とかあるんでしょうけどね。これ新人くんがむちゃくちゃ減る。ありますかね、このへこみ具合。やば。こう見るとわかるか。前もあったけど、これステンなんかな、本当に。この材質。やたらと、アラト君と、相性良くないんやけど。まあ、気を取り直して、響きの旋盤でやっていきましょうかね。とりあえず白棒バリ取りですな。今回だいぶ角度ついてる部分を削ってるけど、それでもまだ残ってるので、ちょっと裏の方式で割り取りをやってみようかなと。はい、続いて青棒。いくら革砥で研磨剤の粉やと言っても少なからず削る力はあるんでね、あんまり角度つけて何度もやるっていうのは包丁の刃角が変わることはあるので、割り取りだけじゃなくてね。まあ、こんなもんかの。裏がしっかりしてないやつは本当に切れるようにするのが難しい。それをちゃんと直せばいいんだけど、直す技術があまりにもない。ちょいやね。まあ、とりあえず一旦これでお返ししよっか。
反り減った？反り減ってはないと思うけど、元からこれぐらいやったかな。で、一応裏はこんな感じで、まだ切っ先にここかな、この辺やっぱ角度がまたもうちょいあるから絶対当たんないんだよね。特に切っ先はだいぶ幅が広い。でこのまま削るとやばいから。でね、何ってこいつ何なのか知らないけど、やたらと砥石がへこむんよね。まあしょっちゅう会う人やし、また気に食わんかったとき、綺麗になったとき言ってきてくれるでしょ。とりあえず今回の動画は以上で。